成長に伴い、母乳または育児用ミルクだけでは不足してくるエネルギーや栄養素を補うために、乳汁から幼児食に移行する過程を離乳と言い、その時期の食事が離乳食です。食べ物を噛みつぶしたり飲み込んだりできるようになり、いろいろな食品を体験し、味覚と食べる力を育てていきます。離乳食の開始の目安は、首がしっかりと座っている、寝返りができる、座ることができる、食べ物に興味を示す、スプーンを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる、5、6ヶ月頃になり、これらのサインが出てきたら離乳食を開始します。発達のサインを目安に少しずつ始めましょう。発育、発達には個人差がありますので、焦らずお子さんの様子を見ながら進めていきましょう。しかし、母乳や育児用ミルクだけでは不足してくる栄養素がありますので、6ヶ月のうちにはできるだけ始めましょう。離乳食の進め方の目安です。離乳期を4つに分けています。はじめに5から6ヶ月頃の離乳初期は1日1回滑らかにすりつぶしたポタージュ状のつぶしがゆからあげます。徐々に口を閉じ飲み込むことができるようになります。次に7から8ヶ月頃の離乳中期です。1日2回の離乳食になり、舌で潰せる豆腐くらいの硬さで、2から3ミリの大きさのものを舌と上あごで潰していくことができるようになります。9から11ヶ月頃の離乳後期になると、1日3回の食事になり、5から7ミリくらいの大きさで、歯茎で潰せるバナナぐらいの硬さを食べられるようになります。この頃から手づかみで食べることができるようになるので、手でつかめる食材も用意してあげましょう。12から18ヶ月頃の離乳完了期になると、歯茎で噛める肉団子くらいの硬さが食べられるようになり、8から10ミリくらいの大きさを歯を使って食べていきます。離乳食を開始して1ヶ月くらいの進め方の例です。一さじとは離乳食用スプーン一さじのことです。はじめは10倍がゆのつぶしがゆからあげます。1週間は10倍がゆのみで 15g ほど食べられるようになります。1週間くらいしたら10倍がゆに野菜のすりつぶしをプラスしていきます。2週間後には10倍がゆは 20g、 野菜は 10g くらい食べられるようになります。3週間くらいしたらタンパク質食品をプラスしていきます。4週間後には10倍がゆは 40g くらい、野菜は 20g、 タンパク質食品は 10g くらい食べられるようになります。新しい食材は一さじずつ増やしましょう。欲しがるだけあげるのではなく、赤ちゃんの様子を見ながら徐々に増やしましょう。
1週間くらいしたら、食べやすい人参やじゃがいもなどの野菜を一さじからあげましょう。3週間くらいしたら、タンパク質の食品は豆腐、白身魚、固ゆでした卵黄を順番にあげましょう。離乳食を始めて1ヶ月過ぎた頃から2回食にしましょう。離乳食作りのポイントです。調理前に限らず、調理中も手洗いをしましょう。器具はきれいに洗って乾燥させましょう。消毒まではしなくても大丈夫です。離乳食は素材の味を生かした薄味が基本です。素材の味を大切にしましょう。赤ちゃんの口の発達に合わせて食べやすい硬さや大きさにしてあげましょう。大人の食事からの取り分けを上手にしましょう。大人の食事を作っている途中で、味付けする前や薄味のものを取り分け、柔らかく煮たり大きさを調整して離乳食を作ることができます。フリージングを活用しましょう。おかゆや煮野菜はまとめて作ってフリージングしておくと便利です。1週間くらいを目安に使い切るようにします。注意が必要な食品についてです。蜂蜜、黒砂糖は乳児ボツリヌス症にかかってしまう可能性があります。1歳までは絶対に与えないように注意してください。食物アレルギーを起こしやすい食品でも月齢に合わせてあげましょう。症状が出たら自己判断せずに受診しましょう。果汁やイオン飲料には糖分が含まれていて、食欲の低下や虫歯の原因になることがあるので、習慣的に飲ませないようにしましょう。あると便利な調理器具です。離乳食用スプーン、すり鉢、すりこぎ、裏ごし器があると便利です。他にキッチンバサミ、小鍋、計量スプーンや計量カップなども役に立ちます。きれいに洗って乾燥させるなど衛生面に気をつけましょう。おかゆの水加減の目安です。赤ちゃんの発達状況により、水を加減しておかゆの硬さを調節していきます。お子さんにとっても皆さんにとっても初めての離乳食です。無理なく楽しんで進めていきましょう。